グリポスクスは、ガビアルカノワニの絶滅した属。グリポスクス赤の模式属である。アルゼンチン、コロンビア、ベネズエラ、ブラジル、ペルーのアマゾンから化石が発見されている。新第三期中心予中期から第四期、更新予後期にかけ生息していた。近年報告された G. クロイザティは、全長10メートルに達したと推定されている。 グリポスクスの模式種はジージェジであり、これはブラジルのパウイに川周辺から収集された保存状態の良い噴霧に基づいて1912年に命名された。標本は1943年のハンブルクへの爆撃により第二次世界大戦中に破壊されたとされている。全胸部と上顎からなるもう一つの標本 u f a c 1 2 7には セナマジュレーラ地域近郊で発見され1993年に同種として認められた。第二の種である G ネオグエジャスは1982年にクリポスクス族の種として認められた。この標本は当初1885年にアルゼンチンで報告されていたがラムホストモプシス族に分類されていた。さらに別の種 G コロンビアネスは中心与や 先進予まで遡る交渉から発見された。もともとは、ガビアル族に分類されていたが1965年に命名され、グリボスクスへ再分類された。ペリューのアマゾン熱帯雨林のフィッツカルトアーチから出土したグリボスクスの断片化石は、中心予中期の終盤の時代のものであり、G コロンビアネスと類似しているが分部の比率が異なる。 G. クロイザティの大きさを表す比較図グリーポスクスの化石産地中心よコロヌキュレン中心よラベンタン中心よチェイシコン中心よハキリアン更新よ2008年に記載された種である G. クロイザティはベネズエラ北西部の中心よ後期ウロマコ層から発見された種で上顎の歯が少ないことや頭頂部の全眼科かと全眼科窓の狭間の構造が細いこと 大きく分かれ減少した口蓋の穴といった特徴から、他のグリポスクス属の種と識別が可能である。頭蓋骨の眼下の測定に基づき、全長は10.15メートル、体重は1745キログラムと推定された。分部の先端から上後頭骨まで頭部全体の長さを測定すると推定値は最大で3倍まで大きくなるが、ワニの分部の比率は差が大きく。 後者の数値は全長と体重を正確に推定できない可能性が大きい。とはいえ G クロイザティが最大級のワニの一つであったことに変わりはなく、マレーガビアルに近縁ならアンフォスクスの推定全長が15メートルから10メートルに引き下げられているため、これが正しい場合には G クロイザティがガビアル化における最大の種であった可能性がある。 ペリューのアマゾン熱帯雨林のペバス層から収集された頭骨の一部が2016年にロルドフォサラスギスモンディラによってグリップオージッチェス・パチャカムへと命名された。本種のホロタイプ標本ミューズム987は、側頭部及び後頭部の骨が欠けたものの、保存状態の良い 62.32cm の頭骨など、若い個体の一連の標本を含む、 種照名は神や語り部を表すケチワゴの単語にちなんで名付けられた。上顎と下顎ごに22本の歯があること、現代のインドガビアルに類似した噴部が特徴である。眼下が長いというよりもむしろ広く、そしてクリポスクス赤を含めて他のガビアルのようには上を向いていないことも特徴の一つである。 これはジーパチャカムエが完全に発達した圧縮された眼下を持たなかったことを意味する。1300万年前のアマゾンの生態系に生息していた種はこの地域のガビアルの類において最古のものであり、圧縮された眼下の構造は原始的なままであった。眼下の構造の発達は現代の河川で見られる他のガビアルとの修練進化の一例である。 ジーヌオグエジャス及び G コロンビアネスは、G ジェジのシノニムであるとの指摘があるが、解剖学的な差異が多いため可能性は低い。ピスコガビアリスなどのグリポスクス赤は、沿岸部の堆積物の層と見られる地域から発見されている。ベネズエラのウルマコ層には、海洋の地層も蔓有され、ここにグリポスクスの化石が存在することから、グリポスクスは沿岸部に生息していた仮説がある。 しかし、コロンビアのラベンタなど G コロンビアネスの化石が発見された特定地域では明らかに海洋環境になくすべてのグリポスクス赤の生物が沿岸に生息していたわけではないことを明示している。グリポスクスの化石はアルゼンチン、ブラジル、ペルー、コロンビア、ベネズエラの中心与の地層及びブラジルの後心与の地層から発見されている。ありがとうございます。